カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は聡明やさ、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥かの事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ？それじゃあ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか？もしそういうことなら、もう遥とをカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ？やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染めや踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。ふん。神室町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東条会の町ですよ。お忘れですか？なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷？お前は東条会の手下に俺を襲わせるだけで
高みの見物だと思ってたがな。今日は4代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。4代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか？なんだと？4代目は昨夜西王会総帥の牢に遭われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃、東条会の門がアジア街に入っていく4代目を見たと報告をしてきました。それで？牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね？何を企んでる？ご存知の通り、東条会は今牢の西王会とドンパチの真っ最中。お互いまだまだ流れる血が足りねえ。ところが手打ちにしようにもずっと地下に潜っちまってある時聞いてませんか？奴の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが、町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東条会が殺したのか、ローの息子？刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東条会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東条会と西王会の抗争に幕引くには、この俺が、俺をローと合わせてください。たまにはあんたも東条会けどが兄貴が踊る。兄貴はのローかあ？ソメヤ、聞いた噂のアジア街を焼き払って西洋会をカムロ町に引き込んだ人間が、この話ありますね。その噂によれば西洋会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出。警察は抗争の責任を問う。おかげで菅井とお前は東条会の実権を。だが今になって作り物だった西洋会との構想に俺が聞いた。俺や菅井さんは東条会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話で。ご質問には答えましたよ。それでどうします？いいだろう。夜になったらまた。ただし牢には今夜その約束を破る以上。結構ですよ兄貴。行けよ。あ、もしそがな真似されたら。ああ、だが、だから、あのソメヤって男は危険すぎる。狂犬。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜あいつを連れて牢のところへ行けば、何が起きてもおかしくありません。キルさんは。今の。ああ、そしたら兄貴、広島の方も気になりますけ。高城や松永と連絡取っていろいろ。き、それじゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ほら、つけがなっておい、手間取らせやがって。取らせやがって。すいません。ん？つかぬことを聞きま。なん？いやその。その棒はな。これですか？自撮り棒。それよりですね。俺は仇だ。困ったな。何の？いや今どうです？やばいっしょ。これは再生数伸びますよ。よくは、ごゆっくり。よかったら夜まで少し。ああ。わかりました。染谷が。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね？ああ、安心しろ兄貴。このバカ誰が何ぞ。いつでも呼んでつ。その面。四代目ローと会う場所はどちらで？前は桃源郷ってソープだった。桃源郷？何か問題？まああの建物の中に入れば分かりますよ。四代目はあの牢に何て言われてまた会うことになったんだよ。登場界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはねえ。
そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、どうも四代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ。あそこは前とは様変わりしてましてね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんだ。多分ローはそいつらを使って四代目のことを試すつもりでいるんですよ。例えば四代目が本当に手を組む価値がある男なのか見定めるためにとか。たく、時間食っちまった。ここだな、桃源郷。ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいてるはずです。約束と違うなんつってと。どうだろうな。まあ、はい。しかしこんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃ。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですか、世良三代目が死んだ後、東条会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくって、ダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き。そういう場所に入り込んでるのが連中みたい。若い女をさらってきちゃい。ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が、こんな街のど真ん中に無道です。四代目も責任感。しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に。ならこいつらは牢の横。その割には俺らと。どうせこいつらから身のある話。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。四代目、この先に通路がありますよ。こいつをどかしたら先に進めそうです。やりますよ。4代目、ほっといて先に進みましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。
四代目、聞こえますか？ここで待ってますから、早く上がってきてくださいよ。
誰だよ。しっかりしてくださいよ。キリュウさん、あなた一つ連れがいるのは…ロ。もっとも、私は日本人の裏切…お久しぶりです。こんな場所にいる…カムロ町には、東城会の手…ここはその日…なるほど。しかし、あんたらの匂いが…我々をこの町に招き、私の息子を殺したの…そうか。お前らとロは、アジャガイを焼き、第五を警察に…ええ。ですが、菅井さんが登場会の頭になり次第、なかなか渋い。改めて言いますよ。俺と手を組んでください。
正直言うとさっきまでローはこの場で殺すしか、四代目と一緒なら、それに俺がここでローを殺っ、あんたはローから聞き出さなきゃならねえこと、でも俺と一緒に奴を生け、俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いてえわけか。ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。うん、例の噂によりゃお前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東城会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんな奴だろうが、やられたらやり返す、そういう性分なんだな。フあんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから、恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目が怠慢張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！島の竜。俺もここまでですね。
今からどうあがいたとこで、あんたらから逃げることもできねえ。さあ、どっちが俺をやるんです？あんたか、それとも老さんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だが、私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕、岩見クルス会長の息子が。あの男は東条会の頭を、我々をカムロ町に引き込み、そして用が済むと私の命を狙い。なんだと？この染谷も東条、つまりこいつらは。そんなこと言ってると、あんた自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私の命を狙う人間は星、この場であんたを殺すことは簡単だが、それは東条会といううるさい蜂の巣をつつく、他より少し大きいだけの蜂。俺が本…そうだ。その上あんたは今殺されなかったことだ。仮だって。それはそちらだが、あんたを生かすことで私へのリスクは減りこそ。なるほど。だが岩見恒雄に息子の敵を取るためなら、今日のところはいい勉強させてもらう。桐生さん、あの、いや、私もあの男とのやり取りを見たおかげで、あな、そもそもあなたをこんな場所へ招いた。あいにくだが、達川のことを聞かせて、俺がこんな場所、達川はあいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ？残念だが、達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。何だと？もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ？なんでお前にそんなことがわかる？まさかお前は遥のことも知っているのか？私から今言えるのは、カムロ町で抗争している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること、そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、桐生の兄貴、雄太です。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんが春人を連れて姿消したって。広瀬の親分が春人？どういうことなんだ？俺にもわけわかんねえっす。もしもし、兄貴、聞いてますか？
兄貴。ユータ、広島に戻るぞ。今すぐにだ。